さあ今日はオーディン。はい、今週龍騎勢ばっかり。いや本当はオーディンを使いたかったの、俺はずっと。ああ動画でも今オーディンが一番熱い。強くなったしね、元柄使ってるからね。ただまあそこをグッとこらえてリクエスト消化をしてた。えらい、土曜日ぐらいはオーディン使いたい。対戦配信とかでね、やったらオーディン使いたいですね。対戦配信したいけどね、ミキさんが今時間取れないですね。お仕事が忙しい。あいやー、はい、いや、いけ。ここも出まして、よいしょ。あー、はい、いってダメか。はい、あー火力がやはり高え。はい、さすがに、はい、ステップが出ね、ステップが出ね、いって。唐突に飛んでくる鳥かね。めたいことを言うけどね、ミキさんのコントローラーがね、調子悪いせいでね、今日俺のコントローラーを譲ってるからね。俺しょうがなくね、代打の中華製コントローラー使ってるからね、コントローラーの調子がバカ悪い。うわそう、俺ハンデもらってるから。うわ、ほいほいほい。でもさ、何がすごいってさ、先生ってさ、いつもねコンボ練習するときね、マジでね、はい、ああそういうね性能の悪いコントローラーであえてやってんだよね。ああ、ね、本番で楽になるからね。ね、ああ、はい、いやまだいかねえな、まだいかねえな、えらい。うわそれは無理だわ。二段構え。しかもすげえ削れたな、ガード。多段ヒットだからね、オーディンは。しかも判定も強いしね。跳ねてる相手に弱いから、その代わりね、ジャンプしてるとほぼ当たらんから、こいつと違ってな。ああ、うん、はい、コンボパーツとしてもね優秀でね、とても強いよこいつの強いアタックは。あ、今のステップ出ないのはマジムカつく。早くミキさんの新しいコントローラーをなんとかしねえと。うわうまい具合に避けられちゃった。いやー、伸びパンがやはりお強いわ。あくっそ、距離が強い。投げか、いってくっそ。いって、あ、もうやばいかもしれない。よし、取りかっけー。はい、2本目またまたアギトをオーディンにぶつけてくる。またね、リベンジよ。確かにでも今日俺コントローラーが悪いからな。いつもね先生が使ってるコントローラーを今日俺がね使わせてもらってるんで、うん、あのね今日ねステップ出すぞーって思ってないと出ない。いつもと違って、あの本能的にステップが出ない。ああそれかね、つらい。そうリアルで今ね、ああ出ない、あのあれが起きてる、パイロットの反応にね機体が追いつかない問題。何言ってんだ。ミキさんがどうかしてるぞ。はい、ダメか。はい、あー、うん、強い。あー、よし、ステップが出ないのがつれえなマジで。あーステップが。今のは出てたけど負けたわ。はい、いや、うん、ああ危ねえ、はい、あーいって、あっ危ねえ。いや死なねえだろ。うわ
氷地味ながら強いです。相変わらず映画地味だけど強いです。こいつは強い、本当に強い。いってーい、もうね、N 強からね、Nジャックもね、フライキャンレスがあった。うわさあ、ゲージがね、ゲージがね、あーあああ、はい、くそ。それは強いな。うん、あい、くそ、ここはいやーなっちまう。なるの、ここなるしかねえよな。でもなリンチが強いね、シャイニング相変わらず。ただ下手な攻撃もらうとね、柔らかいからすぐ死んじまう、死んじゃ戻るでしょう。死ぬ、あぶね、あ当たんなかった、もったいねー。あーい、場所が悪かったわ。あーい、まだ生きてる。いや、どうせなら、いや、エージ吐かない。お、あー、そういう、よいしょ、そういうルートで来る。まあいいでしょう、ね、いいでしょう。しかしここ勝ってかないとこれから俺3問ストレート奇跡じゃん。おい、未だ勝ってないぞ。ダメか、よいしょ、よかった今の出て。やはり強えな。よーし、あーくそ。いやー、翻弄され続けている。いや、ダメか、うん、あー、ステップ出ない、つらー。ここは吐いて、あー、いやー、その悪いコントローラー使って何々で対戦してくださいっていうリクエストは受けませんからね。あー、先に言っとくよ、あ、もう今のうちに言っとくわ。なんか聞かねないから。設定攻撃力変更まで要求してくるからね。うちのねリスナーはね、せっかくねバランスのいいね、なるべくバランスが良くなるようにね、このガス戦もね、ああ考えてあるしね。うわー、よいしょ、まあ、さすがに先マジかよ。あと一本、いやね、ステップ問題が怖すぎんだよな今日。それはこっちで、あー、入ってー、あーどうも釣りくんの分かんねえよ。いやー、エーパー出なかったな。まあかっこよかったしいっか。